はい、皆さんこんにちは。司法書士 YouTuber の加用真理乃です。今日はですね、またまた Twitter のお話になります。ジャーナリストのですね、伊藤詩織さんがですね、皆さんもご存知かと思いますが、裁判をね、展開をしているということで、今回はですね、どういった裁判を提出したかというと、自身に対するですね、誹謗中傷から行われた投稿に対してですね、杉田美代さんという国会議員がですね、いいねというボタンを押したということで、杉田美代さん自身が、誹謗中傷のコメントを書いたわけじゃないんですが、伊藤詩織さんを誹謗中傷するコメントに、杉田美代さんがいいねというボタンを押したということで、これに対して、伊藤詩織さんが、これによって精神的な苦痛を受けたということで、損害賠償請求を、提訴したというニュースが今少し、話題になっています。で、今日はちょっとその、ご紹介なんですが、具体的にはですね、枕営業の失敗だとか、そういったですね、伊藤詩織さんは枕営業をしていて、それを失敗したから、世間にね、訴え出てるんだみたいな、そんな悪質なですね、投稿に対して、これに対して、当時ですね、フォロワーが11万人いる、国会議員である杉田さんがいいねボタンを押したということであります。で、このいいねというボタンはですね、ツイッターね、さまざまいろんなね、今場面で裁判で問題となっているんですが、橋下徹さんがね、リツイートして拡散した人も、損害賠償請求を認められたという事案をね、作ったりとかして、あるんですが、いいねというのはね、多分日本で初めてなのかなと思います。このいいねはリツイートと同様じゃないかということを、主張されているということであります。で、ただですね、いいねというのは、その例えばこの枕営業失敗したんだというこういったコメントに対しての賛同という意味として必ずしも取れるというわけではないと思うんですね。例えば私も、ツイッターを、利用していて、コメントをね、例えば、すごい面白い、投稿に対していいねを押したりすることもあるんですが、後から読み返そうと思ってですね、いいねボタンを押して、自身のいいねフォルダーズって言いますか、いいねを押した投稿一覧から探したりとか、そういったですね、自身の保存用として読み返そうとしていいねを押すこともあるので、必ずしも賛同っていう意味を、指すわけじゃないと思うんですね。で、それはリツイートも同じで、リツイートしてですね、それに対して批判的なコメントを打つこともあれば、賛同的なコメントを打つ人もいると思うので、リツイート、いいねが必ずしも支持、賛同というふうに確率的に、分けるというのは難しいと思います。で、ただですね、その誹謗中傷行為を拡散する行為は違法性があるんじゃないかというふうに問われればですね、確かにこのいいねにも適用しようと思えばできると思います。で、いいねはツイッターの使用上ですね、いいねを押すと、その人をフォローしている人のタイムラインに、表示されるという仕様になっているので、これが確かにですね、拡散という意味ではリツイートと同様の効力を持つ可能性はあるなというふうに思います。で、現にですね、世界ではいいねを押しただけで損害賠償が認められたという事例があって、スイスで男性がですね、Facebook の、とあるですね、活動団体の批判的なですね、記事に対していいねを押したところですね、47万円の損害賠償を命じられたというですね、そういった判例も実は世界ではありますので、こういったのを多分基準にですね、今後裁判所はどういうふうな判断をしていくか分かりませんけれども、出していくのではないかというふうに思います。で、これはですね、伊藤詩織さんの一連の行動というのには、確かに賛否は、あると思います。そういうのでね、裁判するのかという人ももちろんいるかもしれませんけれども、実際にですね、事件の真相というのは、分かりませんし、私たちにはね、だし、とにかくですね、どんなことであっても、やっぱり匿名での誹謗中傷というのは良くないと思います。その人がどんなに悪いことしようがしなかろうがですね、匿名で誹謗中傷するっていうのはやっぱり卑怯者のやることですから、それに対して裁判をするしないの行動に対する評価っていうのは どっちでもいいと思いますけど、誹謗中傷する方が 100% 悪いので、そういうことに関しては私は一貫してね、誹謗中傷者が悪いと思います。伊藤詩織さん別に何も悪くないと思いますし、ね。ただですね、この、いいねで損害賠償が認められるかどうか、このあたりはですね、非常に私も気になるところであります。
ね。やっぱり今インターネットの使用、まあ、リテラシーの低さっていうのは非常に目立ちます。私も常々言ってるんですが、やっぱり誹謗中傷っていうのはされた側は非常に大変なんですね。発信者情報開示だって時間もかかるし、する方は簡単でいいですけど、された側っていうのは大変であるわけですね。でそこをまあ表現の自由という名のもとにですね、果たしてそのまま放置していいのかという問題もあるし、やっぱりネットを使う側がですね、緊張感を持つこの必要性っていうのはやっぱり一定程度必要なんじゃないかと思います。でましてやですね、フォロワーが11万人いる影響力のある人物による、まあ、いいねはタイムラインに表示される関係上ですね、やっぱりこのじゃあどれほどタイムラインに表示されたのかデータがどんどん出てくる、出してね裁判に臨んでくると思いますが、やはり、それを見られる回数っていうのはね一定数あると思います。なので今回のこの裁判に関しては無謀な裁判とは、まあ、もちろん思いませんし、多分ね、私は、確率としてはあるんじゃないかなと、損害賠償請求が認める可能性が少しあるんじゃないかなというふうに考えてますが、今後の展開はね、ちょっと楽しみに、見守っておこうと思います。こんな感じでね、このちょっとツイッター派ね、いいねがどうかかリツイートかどうね、そういった著作権侵害などっていう、いろんな裁判があって、まあ、こういう裁判の積み重ねでね、ネットの、まあ、リテラシーっていうか、ネット社会っていうのはどんどん正されていくと思いますので、これからもどんどんね、判例積み重なって、ネットがね、健全に運営されれば、私はそれでいいと思っております。そんな感じでね、これの進展がありましたら、またね、このチャンネルでね、発信をしていこうというふうに思っております。ということで、皆さん今日は以上です。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。